お二人の投球理論についてお話しいただきたいと思います。彼が現役やってたら多分200勝いってるので、うん、マサのやつはどこでこうタイミング取っていいかわからない、うん、目いっぱい開いたらその分それを戻ろうとする反射が生じて回転数につながるんじゃないかなっていうところが、はい、こんにちは。今回は山本昌さん、星野伸之さんを迎えしてお二人の投球理論についてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう私はちょっとあのテレビで見てた、本当に見てた方だったか噛んじゃうね隣にお二人ともいらっしゃるのでちょっと緊張してるんですけれども、もうほぼほぼ初めましてなんですけれども、ね、実は山本昌さんは10年近く前ぐらいにですね、まあ、あってそうなんですよ、名古屋ドームですれ違わせていただいて、ご挨拶させていただいて、はい、その時にこんなにテレビで見てても大きかったですけど、うん、間近で見てこんなに大きな方だったんだっていう印象をすごく受けてたんですけど、あの現役時代はもっと膨らんでたんで。そうなの、まだでかかった。いや全然大きい、今より身長も10年前にまだ現役ってすごいよね。すごいです、本当に。いやでは早速ではありますけれども、お二人 の、 あの簡単で申し訳ないんですけれども、ご紹介だけさせていただきたいと思います。山本昌さん、1983年ドラフト5位で中日ドラゴンズへ入団。沢村賞1回、最多賞3回のほか、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率などさまざまなタイトルを獲得。 NPB 史上最年長での勝利投手をはじめ、もう数々の最年長記録を自ら更新され、長きにご活躍されました。ありがとうございます。星野伸之さん、1983年ドラフト5位で阪急ブレーブスへ入団されました。最高勝率を2回獲得。独特のフォームから繰り出される直球は変化球との球速差も大きく、伊良部選手よりも速いと言われ、日本プロ野球歴代21位の通算2041奪三振を記録しております。本当に記録もそうですけども、記憶にものすごく残られるお二人だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やっぱこう同級生、しかも同じドラフト5位ということで、こうお互いをこう意識されたりっていうのは結構していたんですか？お互いというか、 なんか同級生が多かったよね。あの僕らの大ってね、高卒ルーキーがすごくいっぱい入って、しかも僕らより上の順位、あの1位2位がすごく多かったよね。だからそういう、ね、人たちいいなと思いながらも、まあ、同じ舞台に立つわけなんですけど、はい、2人は、ね、いつも、ね、ルーキーの時はスコアラーみたいなことやったのね、ファームで、はい、でいつも会ってなんかちょっと話したり、初めましてぐらいから始まってね。そうそう、2軍の時 の、ね、そのファームでやってたのはすごくなんか思い出ある、ね、ね、それでこの前からちょこちょこ会ってて、その話をしてて、僕はずっとマックス135だったのね、はい、プロ野球、はい、でもマサがちょうどその頃にスピードガン、そのチャートつけてって、はいはい、スピードガンで、いやお前136キロ出てたよっていうことで、はいはい、つい先日から僕のプロ野球のマックスは136に変わりました。あ、いいですね、はい、山本昌さんから見てどこがとてもこのピッチャーとしてこの星野さんのズバ抜けているところっていうのはどんなところにあったと思いますか？あのルーキーの時ね、はい、あのまあ、三塁側のベンチからとか、スコアラーつけながら彼を見てた時はやっぱボールのキレが良かったですよね。あの頃はあのテイクバックが小さいフォームじゃなくて、普通に大きく取って、はい、投げるボールが136キロなんだけども、はい、それでもやっぱピッピ来てたんで、うん、こう2軍のバッターが詰まってるイメージがすごく、うん、で大きなカーブがあってね、はい、あのカーブはもう前からなの、あ、そうなんですね、いいピッチャーだな、さすがだな、プロだなと思いながら、はい、やってたら先に1軍デビューして、はい、どんどんローテーション3年目からローテーション入ってらっしゃるので、うんうん、いつもいいな、星野いいなって思ってたのが彼なんです。どうですか今のお話を聞いて。いやいや、だから記憶力がいいんで自分が投げてるとね、投げてるんだけども、マサの方がよく知ってる、俺の若い時の、うん、ご自身よりも、そうテイクバックも大きかったっていうのを覚えてくれてるし、はい、今羨ましいって言ってくれたけど、その時逆転されて、あ、羨ましいなっていう最後はね。いやもうね、長くだって50歳まで現役を続けられてらっしゃったわけですから、考えられない。彼が引退した時はまだ彼の方が勝ち星上だったんだよ、はい、彼が引退した後に僕が彼を抜いたんだ。僕ら昭和40年生まれ、まあ、昭和40年の代のプロ野球選手の中で一番勝てたのはこの人で、僕が最後に抜いたんです。はい、だ彼が引退してから、彼が現役やってたら多分200勝いってるので、あのちょっと理由があって引退されましたけど、やるって言ってたら多分200ぐらいまで行ってたと思いました。まあ、それぐらいのピッチャーです。めっちゃ褒めてくる
逆にそんな星野さんから見たこの山本昌さんのこのピッチャーとしてずば抜けて優れていたところっていうのはどんなところですか。何回もその話はしてるんだけど、昌もだからその腕の振りがね、はい、独特でしょ、はい、ちょっとくにゃくにゃってしてね、はい、でまあ、僕が阪神3年しかやってないんだけども、まあ、投げ合った時があって、はい、打席入ってあのちょっとアーム投げの 外国人って150キロ近く投げるんだけど、はい、それはね当たるのね、はい、振り遅れるけど、はい、でマサのやつはどこでこうタイミング取っていいかわからないっていうの、あのどこから出てくるかわからないっていうか、くにゃくにゃって出てくるから、うん、で137キロぐらいだったんだけど、あこういうことかっていう、打ちづらいっていうのはっていう、っていうのはやっぱりこの腕の出どこ、ボールの出どこが分かりづらいっていうところ、うん、タイミングとね、うん、でがそのままボーンってきたら打ちやすいんだろうけど、なんかやっぱりちゃんとしなる、はい、ビューンって。でもお二人ともそのそれこそまっすぐストレートに関するそのマックスは137と136と、うんうん、で正さんは143キロを143は、はい、これは人生で1回出しただけですよ。いやでもマックスですよね、それ。あ、まあ、あの43歳の時に東京ドームで、はい、43歳の時出したのマックス、うん、43歳の時に東京ドームで、ね、イ・スンヨプ選手に投げたボールが、はい、アウトローのボールが143キロが今までの人生マックスです。いやいや普通若い時、俺だって俺のやつはだって若い時の話だったじゃない、うんうん、43歳で出したの。43が一番早い時でもね、あれはあの、まあ、スピードを追っかけたっていうのがあって、はい、40ぐらいから。あ、そうなの。追っこっちゃいけないと思って、ね、だからそのちょっとスピードに特化した投げ方とか、うん、そういうことをやってたんで、うん、スピードは上がったんですよ。はあ、山本昌さんといえばやっぱりそのまっすぐの回転数がとても多いっていうことがすごく有名だと思うんですけど、はい、その回転数を上げるためっていうのはなかなか上がらないじゃないですか、はい、その回転数を上げるための何かトレーニングだったりとかっていうのはあったんですか。一つ僕がもし回転数がね高いのがあると、実は高校時代から毎晩寝る前に手首のトレーニングを欠かさずやってきたっていう、はい、どういうトレーニングをやられてたんですか。こういうトレーニングなんですけども、こうダンベル挟んで、はい、寝る前に左右を200回ずつして寝るって、それがダメなんだけど、うん、最後のこれが効くんだ。効くのと、あとは肩の可動域を最大限使えるようになって、うん、その分しなるとい こう人間の体ってこう目いっぱい開くと反射するんで、パンってこう反射したところをうまく使えたっていうのが最後は、そこが使えれたんじゃないかっていう。なるほど、目いっぱい開いたらその分それを戻ろうとする反射が生じて、そのタイミングがうまく合致すると回転数につながるんじゃないかなっていうふうな、はい、なるほど、難しいですね。難しいっていうか、だから僕師匠がいたので、あの知らない間に回転数が上がってて、すごかったのはね、あのその小山先生がまだ測ってないんですよ、はい、あの回転数をね、春に合宿やってる時に、まさくんこれ今回転数52回転ぐらいあるねって言ってたんです、はい、その時に、いや先生松坂君ね、松坂君とかでもね46回転とか言ってるのに、うん、なるわけないって言って、その年にちょうどテレビの企画で回転数やったの、測ったの、うん、あのスーパースローカメラっていうね、1球投げたら3分ぐらいビデオ巻き戻さなきゃいけないんだけど、そしたら52回転じゃあ今の野球をやっている野球少年たちとかがこの回転数を上げるためってなったら、やっぱこのリストをまず鍛えるっていうのも一つであり、いやまあこれはねたまたまなんで、リストを鍛えるよりもやっぱり肩を大きく使う、体を大きく使って、はい、やっぱりこの体のこう芯にある股関節とか、はい、肩の肩甲骨のね、この肩関節とか、そういうものを大きく使うというのが大事じゃないですかね、はい、星野さんといえば、はい、やっぱりこう私が思うにはこの球速差、変化球とのあのカーブとあのまっすぐの球速差がやっぱりすごくて、その球速差でそれこそ伊良部投手よりも速いっていうことを言わせたピッチャーだと思うんですけど、その球速差っていうのは、しかも何がすごいって腕の振りだったりフォームが全くご一緒だったじゃないですか。あ、そうね、で僕の場合は普通カーブこういう感じで投げるでしょ、はい、僕の場合で全部ひっくり返っちゃう。手がですか。そう、普通はこれぐらいなんだけど、こうですよね、普通はこうですけど、はい、僕の場合はもうほとんど手首がもう投げる方向にいってるんで、はい、だからまあ普通に考えても上から出るしかないこういうことですね。だからまあ、はい、遅いっていう。あ、まあ、後でちょっとカーブのコーナーがあるので、そこで詳しくは聞きたいんですけど、カーブってちょっとこういうイメージがあるじゃないですか。ちょっと指先イメージするでしょ、はい、これはでもねほとんど握ってるだけ、ほとんどもうこっちこっちでこっちだね、だから
球速差を求め始めたのっていうのはもう昔からなんですか？球速差を求めては別にないんだけども、求めてたわけではなく、まあ、カーブが教えてもらったら、はい、ああいうカーブで、はい、でまっすぐも130キロ出ないみたいな感じで、うん、まあたまたま投げてたらそれが球速差が30キロぐらいっていうところで、まあしょうがない、そのスタイルしかないので、まあ、それでどうやって抑えていくかっていうのを考えていったっていう、はい、ありがとうございました。